ちゃう。よし、行きます。じゃあ、テイクいきます。よーい、どうもー、ハロニシです。やんねえのかよ。ありましたっけ、そんなの。なんたらかんたらって言ってんじゃん。ああ、それなんか国がどうの。世界中の女性、こんばんは。ざっくりしたね、ずいぶんね。はい、というわけで、はい、今回の動画ですね、重大発表をさせていただこうかなと思って、カラコンを無理やり引っ張り出してきて撮影してるところです。重大発表ですか。はい、ひねり打ちの講座じゃないですか、今日。全然違う、そんな、そんなんじゃない。そろそろ、はい、ひねり打ちの仕方教えてくれみたいな。はい、いや、もう違うんですよ。あ、違うんですね。そんな話してます。おお、あ、でも、離婚したっていうのは聞きましたけど。離婚はした。離婚はもう1年前ぐらいでしたけどね。すで、うん、に終わってる話です。はい、そんな話じゃない。また結婚ですか。結婚でもない。あ、じゃあもう僕は恋愛を諦めた。やらないことリストのうちの一つ。お前モテないからな。うるせえ、はい。まあ、そんなことよりも長いんだよ、話が。はい。重大発表、させていただくんですけども、この度、僕は、はい、この YouTube を抜けます。嘘でしょ。まあ理由は分かると思うんだよね。理由、思いつく。いや、全くね、思いつかないですけどね。かなり重大なことを僕に犯してるから。僕、いや、いつもおはようっつって、うん、元気っつって言ってたっけ。やってたっけ。理由は、お前が臭いから。いや臭いからってやめましょうよ。くせえんだよ、おめえ。マジ臭くないですよ。くせえんだよ、毎日くせえんだよ。おめえのペットマジくせえから。いや、結構頑張ってますよ、僕。この間、高いサプリも買ったし、高いシャンプーも買ったし、ボディーソープも買ったし、はい。いや、頑張りは認めるよ。頑張りは認めるけど、臭いはやめましょう、本当に。くせんだよ、マジで。そんな、もう本当にね、まあ今ね、秋で、今撮ってるのが涼しいんで、まあそこまで気にはならないんですけど、夏地獄でした。本当に。暑いし、臭いし、ムンムンするし、マジでもうね、やめてくれよ、それ。殺したくなった。臭いネタはやめてくれよ、マジで。そう、臭いし、掃除もしねえし、不衛生なんですよ、これさ。ちょっと僕、生理的に受け付けないんで、ちょっともうそれはね、もうなしで。ということで、今回お別れさせていただきます。あ、そんなことですか。はい。はい。まあ、っていうのはね、はい、冗談なんですけど、90% ぐらいしか入ってないけど、はい、その理由はね、 90% ほぼやん。そう、はい、まあでも、そもそもね、はい、ちゃんと真面目な話をしようと思うと、抜けるのは本当なんですね。え、抜けるのは本当なんですか。抜けんな。あ、本当なんかね。カラコン臭いのも臭い理由で別れるわけではない。理由だけじゃね。そう、はい、臭いのは変わんないけど、臭いことで別れるわけじゃない。臭い臭い言うとね、本当やめてくださいよ。いい、はい、美味しいと思ってるでしょ。はい、まあまあね、真面目な話ちょっとするんですけど、はい、僕らね、2ヶ月前1ヶ月前ぐらいに旅を終わったってことで沖縄行ったじゃん。あ、そうですね、うん、はい、1ヶ月前か、で、それで旅終わって、じゃあこれで終了したねって、はい、で、年間470万件やったねって言って、で、達成してまた福岡に帰ってきて1月ぐらい、はい、今こうやって過ごしてるんですよね、はい、また同じように打ってるんですけど、うん、で、その間にね、次何しようかなってお互いにちょっと考えてたんですよ、うん、各々ね、どうしようかなって、うん、で、考えた結果、まあいろいろ方針が決まったんですよ、はい、うん、で、僕自身は今博多ね、明太子僕愛してるんで、うん、この博多にずっといようかなと思ってるんですよ、うんうん、で、あと唐子、はい、唐子は、東京に、行くと、そうですね、いうことだったんで、はい、はい、一旦もう分かれます、はい、地域がそもそもね、分かれます、うんうん、で、そこでおのおのまあいろいろやっていくんだと思うんですけど、はい、まあその細かいところがね、まあ、全然決まってないっていうところがあるんですけど、うん、まあとにかくにも地域が変わると、はい、いうことです、はい、で、地域変わった時に YouTube の動画を編集するだったりとかさ、うんうん、まあ、情報共有するだったりとかって、うん、すげえ億になってくるし、うん、お互いやりたいコンテンツってちょっと違うから、うんうん、まあ別々の方がいいんじゃねっていう、
そういう話になって、はい、YouTube をこう 分けさせてもらいますよ、うんうん、いうような感じで今進んでます。はい、うん、そんな感じだよね。そうですね、はい、うん、なので、まあ、西村さんも新しいチャンネルを立ち上げるってことですか。そうっすね、はい、今すでに何本かだけはあるけど。あ、そうですか。ええ、あのハロー西チャンネルっていうね、ハロー西チャンネル、うん、はい、まあ、僕のなんだこれ、はい、芸名っていうんですか、はい、ハロー西で定着してますけど、はい、ハロー西チャンネルってもので、やっていこうと思ってますんで、まあ、下の概要欄からね、うん、あの飛んでいってくれれば嬉しいなと、はい、思ってます。はい、まあ、一応そのチャンネルで僕やっていこうかなと思ってるのは、うん、あの釘の解説ですね、うんうん、まあ、信頼メインにやっていこうかなとは思ってるんですけど、うん、まあ、そういうところをこう、細かくね見ていきながら、はい、みんながちょっとでも周りで座れればいいかななんて思います。いいですね、うん、はい、そこと、あとはあのコラボとかねやりたいなと思うんですよ、うん、対決とかさ、うん、楽しそうじゃん、うん、馬さんとかさ、はい、なんか今波に乗ってる人たち、うんうん、ね、できたらいいなと思ってますんで、そういうのもこうやりつつ、うん、配信できたらいいなと思ってます。はい、はい、まあ、クリエミとかはね、僕はまあ嫌いな部分なんでね。そうね、実はね、はい、うん、釘読みとか、まあ、なんだ、計算系とか、うん、僕実際嫌いな部分なので、はい、そうね、そう、西村さんの方でやってもらえるんだったらね、うん、はい、まあ、勉強になるかなと思います、うん、はい、そうですね、はい、うんうん、僕釘得意なんで、うん、これはどうするの。僕も引き続きあのこのチャンネルで、まあ、講座は、うん、やっていこうと。で最近休みがちですけど、そうね、まあ、別々になって、西村さんは稼働メインですけど、僕はまあ結構動画に力入れたいなと思うので、うん、より一層頻度高くやっていきたいなと思います。でも編集嫌っておっしゃってましたけど、まあ西村さんちょっと委託したいなと思っているので、はいはいはい、はい、やってください。一本高いよ大丈夫、はい、結構やってます、はいはい、だからね、もしかしたらね、アイコンとかでね、西尾さん編集するときにね、西尾さんのアイコンが出てくるとかね、あるかもしれない、あるかもしれないですね、うんうん、はい、確かに確かに、うん、それ楽しいと思う。そうですね、はい、あと、まあ東京で僕はね、お笑いもやりたいなと思ってるんでね、はいはい、はい、まあ、そっちも頑張りたいなという、まあ、個人的なのもあります。クソつまんねえゲームだ。いや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 クソつまんなくても結構来るんですよ、お客さん。やってみろよ、一本今やってみろよ、じゃあやりますか。やって、なんかある、一発目とか。あ、なんか前やってたら一発ゲー。前何やりましたっけ。あの、あ、言っちゃったらあれになっちゃうけど、はい、の飲み屋だったかな、うん、何人かの前で、うん、ただ滑りした。いや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 、あったんですよ、うん、あの、養成所時代に作ったギャグだったかな、はい、なんか持ちギャグがあるっつって、なんだろう、披露したんですよ。はい、どういうギャグですか。あ、なんかあの、こういうやつ、こういうやつ、なんかなんだっけ、こういうの、わかる、ひしとりです。あ、言っちゃったらあれだけど、それは別にたくさんあるんでもいいですよ。ああ、そうなの、はい、そう、なんかそのやつ、こう、確かこういうやつだった気がする。ちょっと今、固定なんで、それはできないんですけど、はい、あ、そうか、でかいの、違うのでいいですか。あ、違うのって、違うの、これで僕の東京でのお笑いの活躍がね、ああ、試されると思うんでね、大事な一戦だよ、これ、はい、ちょっと、はい、ちょっとやってください。映る範囲でね、はい、はい、どうぞ。じゃあ、そうですね、はい、なんかいる？あ、今って大丈夫そう。嫌な山崎正義。はい。嫌な山崎正義をさせていただきます。はい。そんだってきた環境が違うから、お金には困らない。OK。まあまあまあ。はい、面白い、すごい、M1 優勝しちゃうよ、それ。はいはい、まあ、こんなギャグをね、東京で頑張っていきたいと思ってますので。絶対売れねえから。そうね、まあ、お笑いと、はい、まあ、この YouTube を続けるのと。まあそうですね、それはやっていきますので。はい、プロの活動もするでしょ、プロっていうか、あの、パチンコ活動。パチンコの活動もしつつ、はい、三島さんと一緒に過ごした間に学んだ、やって覚え始めたスドットも、はい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 、やっていこうと思ってますので。はい、読むんで、スロット読むんで、最初はそうかもしれないですね。はい、あと多分100年かかるんですよ。その世界一にセンスがないって言われてるのでね、ええ、はい、スロット養分チャンネルの方も始めてるしないですけど、はい、多分見てるとだんだんイライラしてくるこいついつまで目をしていきにいんだよってなるからいつまでやってんのね。
先週もね、ジャグラーってちょっと病死できないって呼びましたからね、そう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 、2回ぐらいイラッとしたからね何してんねこいつ、はい、まあ、そんなこんなに、まあ、僕らはね、はい、あの別々でやっていきますんで、はいはい、まあ、お二人ともね、うん、今後ともどうぞよろしくお願いします。はい、はい、そんな感じですね、はい、です。また何か質問とかね、あればコメント欄とか残していただければ、はい、まだまだ僕もチャンネルはあの返信できるようになってますんで、はいはい、あの何か言ってくれればお返ししますんで、見る権利もありますからね、そうね、はい、うん、はい、まあ、そんな感じであの変わらず、応援していただければなと思いますんで、はい、よろしくお願いいたします、はい、やめないでくれー、やめないでくれー、やめないでくれー、じゃあ、ありがとうございました